ではですね、はい、バランワンダーワールド、スクエアエニックスさんから発売されるゲームですね、はい、なるほど。こちらやっていきたいと思います。すごい。今オープニング映像をこう見た直後、第一章始まったんですけど、はい、なんかこのね、女の子がちょっとお屋敷に住んでるんだけど、路地裏になんか可愛い生物を見つけてついていったら、この世界に迷い込んでしまったっぽいんですよ。ワンダーワールドで心のかけらを探せっていう風に。心のかけらを探しに行くってことですね。これがもう心のかけらなんですかね、そもそも。その涙の宝石みたいな。あ、これは鍵がないとダメなんだ。はぁ、はい。お、来た。トルネードウルフになっちゃったけど。うそ、もう、うわ、俺たちの心のかけらはこれだったのか。ああ、もういい。トルネードウルフだったのか、俺たちは。トルネードウルフになったら心病みそうだけど、ね。罰でもジャンプできるし、プレステ5ならではのそのトリガー、この R2、ここでもできるんですけど、はい、これ今感覚がまた違いますね。トルネードしてます。トルネードしてるね。うん、トルネードしてるかどうかわかんないけど。あ、ただ今この画面、この画面だとちょっとこう押してみて。あ、まあ普通、まあ、普通だよね。普通だよね。うんうんうん。今押してみて。うわ、ほら、ちょっとここでカクってなる。そうそう、スコってなる。うん、スコってなる、うん、完全にトルネード、うん、これはトルネードだ、うん、ここか、はいはい、ここだ。あ、鍵あった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 。いいよ。はい、ラビット。お、かわいい。あ、かわいい、かわいい。これは女の子喜ぶ。これは喜ぶね。これは喜ぶ。めちゃめちゃよくない、うん、かわいい。おお、バタースジャンプ。なるほど、すごいすごいすごい。はい、はい、怖っ。誰、え、誰今、やっちゃった。いや、人いた今。もしかして、俺たちのやっぱり心のかけらが足りないから、足りないからこういうことになってるじゃない。心のかけらが足りないとなんでおじさんが見えるの。おじさんになんかちょっとあるのかな、うん、あるのかもしれない。なんかでちょっとまがまがしいですね、この木は、うん、あ、この子たちが浄化してくれるんですか。おー、あ、ハートが、ハートだ。あ、これ心のかけらじゃない。なるほど、ついについに。いいよ、かわいい。あ、お腹に、あ、お腹にいるカンガルー。ウサギじゃないんじゃない。カンガルー的なやつ、うん、あ、あるんじゃない。これある、新しい能力。次、お花になれるの。すごい。え、顔、え、どう、長っ。でもしかもノリ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 だね。うわすごいな。今ちょっと、うわうわ、これは何だろう。あ、こういうね、はいはいはい、あー、なるほど、ヒョインってね。あ、それでなんかハイジャンプみたいになるんだ。はいはいはい。え、ドラゴンある。ドラゴンいっちゃいますか。ドラゴンはやっちゃうんじゃない。はい、うわー、火吐ける、かわいい。そうなるともうやることは一つ、この畑を浄化する。浄化？はい。うお、ピギーパウンダ、あの豚だ、豚ちゃん。ヒップドロップ。おお、あ、違う、そう、上に、あの高くなったから上に上がれるってことだよね、きっと。こういうことだ。そう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 。え、しかもちょっとホバリングできる。普通にちょっと強いね、そいつ。いろんな能力があるですね。あ、あそこに入れるんじゃん。ふわっ、いやっ、俺を追ってくるのかもしれないね。ああ、なるほど、ここに入れれば。はい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 、なるほどね。ふわっ、おっ、え、なんだここ、なんだ、うねうねしてる。トリックアウト、トリックアウト、トリックアウトだ。あ、でもちゃんと、うわ、地面になってる。すごい、なんだなんだ。ふぅ、まあでも見て、今度は結構まだ近くまで来れてる。確かに、これじゃあ本物じゃね。ちょっと一回、うん、あ、確かにこれちょっとやっといた方が、一回。ここまでだ、おじさんとの距離はここまでだ。怖いな、怖いな。心のかけらが足りねえのか。あ、あ、出た出た出た、トルネード、トルネード、なんだっけ、トルネードウルフ、トルネードウルフ。あ、ボスじゃない。うわー、ちょっと強そう。あ、強そう。目には目を、トルネードには、トルネード。おー、おー、天才か。すごい、トルネード返しできた。よくそういう発想いったね。そうでしょ、天才かよ。近距離トルネード返し。あれもこれ、あれこれも勝ったな、勝ち確だな。もう負ける気せんぞ、これ。このギミックに気づくまでが勝負なんだろう。えい、
やば、あ、終わった、強すぎる、やばい、圧倒的なゲームセンス出ちゃったな、出たな、来た、お、お、はめて、はめて、うわ、なんだ、おー、なんだ、世界が、あれ、え、おー、トンゴロコシ畑、おじさん、あれ、おじさん、おじさん、何、おじさんの物語なの、これ、おじさん、まさか、おじさん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 、そんなストーリーがあったんだ、さあ、うわー、え、おじさん闇落ちしちゃうよ、いや、これで闇落ちしたのか、おじさんが、おじさんが、これがボス、え、おじさんの心の闇がボスだ、あんだけ、ほら、うわー、おじさんが、じゃあちょっとおじさんの心の隙間埋めに行っちゃうか、また作ろうよおじさんって、そうそうそう、それがトウモロコシになるから、マジそれはちょっと話違うな、まあでも目には目をで言うとこれじゃない、それかこのここがピギーになるんだろうね、いやー待って、それはまずい、うおー、あ、これはトルネード返し、はい、トルネード返し、はい、はい、あざす、スタンプしてきた後にスタンプって返せばいいんだよこっちが、お、あ、なんだ、あ、なんだ、なんだ、押せ、おーい、やっぱりね、対応して攻撃していけばいいんだね、スタンプしたとき足にスタンプ返せないのかな、あー、そういうね、そう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 、やってみようか、スタンプ返し、いけ、あれ、何、いや、もうヘッドバット、ヘッドバット、嘘、ヒギーヘッドバット、あー、もう頭で戦うんよ、おじさん解放、お、来た、あ、綺麗なおじさんだった、綺麗なおじさんだ、あ、綺麗、もう泥一つついてない、泥一つ、うわ、綺麗な目してる、うわ、あー、もう、あれ、え、もしかして、ありがとうって、あれ、ありがとうみんな僕の心の隙間を埋めてくれてみんなが僕のトウモロコシだ始めよう、始まったぞ、ショータイムだおお、楽しいね、普通にすごい動きしてるおじさん、昔はダンサーも目指していたんだ、いや、まだ現役でやれるよこれ、すごいな、海外っぽいのだね、確かに、